それでは今日のもう一つの話題であります実数の連分数展開の話をしたいと思います。テキストでは少し場所が飛びまして、74ページのセクション 4.13 というところに行きますので、そちらをテキストを持っている人はそちらをご覧ください。でまず連分数についてはこれまで数学の授業などで見聞きした人も、いるかもしれませんが、一応、前提知識なしで説明をしたいと思います。でまず R をユークリッド正域としまして、K を R の小体とします。集合としてはその R割る R ですね、その R の元割る R の元という形で表される数の集合ということにします。我々がよく知っている例としては、R に当たるものが整数間 Z で、それから K に当たるものは有理数体 Q なわけです。で、ここではその一般の体小体ですね、 K というふうにして考えます。でそこで、ここではその K の元ですね、 R1 分の R0 というその K の元に対して、これから行う計算によるその分数の列を考えます。ここにありますように、まず R1 分の R0 をそののうち、この R0 を R1 で割るわけですね。そうしますと、小が Q1 で、剰余が R2 という形になるんですが、これがその、この割り算をするとちょうどこれが Q1 プラス R1 分の R2 という形に表されます。これはその有理数で考えてみると、その分数で表された分子を分母で割って、でこの有理数を整数部分と、それから1より小さい部分ですね、1より小さい有理数の部分の和に分けたと思ってください。まずこれが第1ステップですね。で次の第2ステップでは、この R1 分の R2 というその1よりも小さい有理数の部分を分子が1になるように表します。分子を1にするというでしたときに、分母はどのように表されるかというと、元与えられた R1 分の R2 の分母と分子が入れ替わった形ですね。だから R2 分の R1 分の1というような形で、こう1より小さい有理数の部分を表します。でそうしますと、今度は先ほどの構成で、R1 分の R2 は1より小さいということにしておりましたので、その逆数 R2 分の R1 は1以上の1より大きいか、1より大きい有理数なわけですね。でそこでまた今度はその R1 を R2 で割りまして、で小を Q2、 剰余を R3 というふうにします。でそうすると、ここのその分母の部分が Q2 プラス R2 分の R3 というふうに表されます。ここまでいいですか。でまた今度はですね、この R2 分の R3 っていう、これ1より小さい有理数のはずなんですけれども、これをその分子が1になるようにこう表しますと、今度は分母が R3 分の R2 になります。で R3 分の R2 はやはり先ほどと同じように、先ほど前のステップの R2 分の R1 と同じように、その1より大きい有理数になりますから、でここでもやはり分子を分母で割る割り算ができて、でその時の小を Q3、 剰余を R4 という形にします。そうするとこれを繰り返していくと、だん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 ですね、整数プラス有理数分の1というその計算の繰り返しになって、こう入れ子になったような分数が現れます。で、仮にですね、これが最後、ある K 番目のステップまで計算、K プラス1か、K 番目のステップまで計算したとして、で、最後が QK プラス RK 分の RK プラス1という形に、なったときに、これをこのような形で表記します。
Q1 から Qk を並べて、あと最後に Rk 分の Rk プラス1を並べて、で、大括弧でくくると。こういう形でこう表すことにします。で、このようにして表したこの Q1 から Qk と Rk 分の Rk プラス1を、まあ、R0 分の R1 の、まあ、連分数展開と呼びます。で、この場合は特に正則な連分数展開なんですけれども、特にその正則な連分数展開という定義がありまして、でこの正則の定義はまず一つ目は分子が Rk プラス1を除いて全て1であること、ここにありますようにここに現れるですね、展開に現れる分数の分子が、まあ、最後の Rk プラス1を除いて全部1っていうのが、まあ、正則の条件の一つですね。それから、Q1 が整数であること、Q1 は最初のここですね、Q1 が整数であること、でそれからあと、Q2 から Qk が、まあ、正の整数であること、まあ、以上の条件が揃っているときに、この R0 分の R1 の連分数展開を、まあ、正則な連分数展開と呼びます。で、もしですね、これ R の K プラス1が0になった時というのは、まあ、この連分数展開を計算していて最後どこかで、RK マイナス1が RK で割り切れた時ですね。まあ、この時にはこの連分数展開は、まあ Q の1から Q の K というその数を並べたものとして表すことができます。あと、まあ、一般にその Q1 自身のだけの連分数展開というのも、まあ、作ることができて、まあ、それは Q1 自身であるということも言いますし、それから、Q1 から Qk をこうによるこの連分数展開というのは、まあ、その構成から分かると思いますけれども、これは Q1 プラス、Q2 から Qk の連分数展開の、まあ、逆数であるということも分かると思います。そしてまあ、このですね、このユークリッド5乗法のところで連分数展開をもっと取り上げた目的というか趣旨というのは、今紹介した連分数展開の計算法からも多くの人が分かったと思いますが、実はその Qi とですね、それから R の i プラス1を求める操作というのが、その前のステップで求めていた R の i マイナス1を R の i でこう割ってその小と乗与を順々に求めていくというユークリッド5乗法によって求まるというのが、まあ、一つのポイントであります。ということでここではまずその有理数の連分数展開をユークリッド5乗法の乗与列の計算から求めるという方法を紹介します。この例はですね、テキストの例の 4.819 という例なんですけれども、35分の126の連分数展開をしましょうという計算例です。で、手順を、見ていきますと、まあ、ひたすら割り算を繰り返せばよいということですね。分子を分母で割った割り算を繰り返すということで、まず125を、6を35で、割りますと、小が3ですね。で、余りが21になりますから、つまりこの35分の126の整数部は3ということになるんですけれども、まずはこういう形で、35分の126を3プラス35分の21として表すことにします。で、次にこの、1より小さい部分の35分の21を、その分子が1となるような有理数で表すと。そうしますと分母が21分の35になります。で、今度はこの分母の21分の35をやはり連分数展開しますから、35を21で割るわけですね。そうすると、まあ、あと小が1で、乗与が14ですから、21分の35は1プラス21分の14として表されます。で、まあ、こういう形の連分数になるわけですね。で、もう1ステップ続けていくと、まあ、14分の21が、まあ、1プラス10、7分の14というふうに表せるんですけれども、7分の14はちょうど14が7で割り切れて、2ということになりますので、そうすると求める、
連分数展開というのはこのスライドの下にあるような形になりまして、最初最後のその連分数展開の表記で表すと3112という形の連分数展開になるということが、分かります。ここまでいいでしょうか。一応ここではまず最初にその、有理数の正則な連分数展開の手順を追ってみました。